イクマ・アキラは日本のシンガー・ソングライター、音楽プロデューサー、福岡県久留米市出身、血液型大型、ファンクバンド EG バンドのボーカルとして1991年にメジャーデビュー、シングル6枚、アルバム1枚を発表する、2000年に沖縄県に移住、ストリートライブ等を行いつつ、作曲活動を展開、2002年に 沖縄移住第一弾シングル風のメロディーをリリース。プロデュース活動は E、G バンド時代より行っていたが、沖縄移住後に出会いプロデュースした D-51 の2005年に発売されたシングルノーモアクライが50万枚以上売り上げる大ヒットとなった。同年の紅白歌合戦に D-51 のバックバンドのギターで参加。 D-51 とはメジャーデビュー後6枚のシングル3枚のアルバムのメインプロデューサーとして携わった。平田大一とコラボレーションしたダイナミック沖縄をもとに2008年に沖縄限定でダイナミック琉球をリリース。沖縄県内で反響及びオリオンビールの CM に採用されたほか、エーサーの曲として多くのエーサー団体に採用された。2017年 高校バスケットのハーフタイムの応援合戦で女子高生が歌う動画が SNS では大となり、また同年夏の甲子園大会において仙台育英高校が応援曲として演奏したことで注目を浴び、他校も取り入れるようになったことで高校野球の応援曲として一気に定番化した。また成瀬子優子、平川美香、チャニングキャンディなど多くの歌手にカバーされている。 シングルアルバムシングルアルバム、ありがとうございます。